大橋の近く大橋側川口近く。対岸は、松江地方合同庁舎と国引メッセ大橋側は、新事故から、島根県松江市の市街地を横切って、中海へと流れ込む一級水系、日川本流の一部。新事故と中海の中間に位置する川で、新事故と中海は日本では、数少ない連結寄水湖となっている。全長約7 6トル。 河川整備計画等では、新事故合流点より、上流側の区間を比い川本川と称しているが、比い川本川下流部から、堺水道まではほぼ水位差がなく大橋川も、潮位の影響を受けている。上流の新事故に至るまで全て寄水域となっており、大和しじみなどが生息している。松江港の港湾区域となっており、新事湖側には、松江地区、 中海川には、馬方地区の港湾施設がある。かつては、沖汽船の沖航路の船舶が境港から大橋川を通じて松江港まで運航されていた。日い本流からは、県崎川が分流しており、再び、日川本流に戻る。さらに県崎川からは八県川が分流しており、再び県崎川に戻る。日川はもともと、 出雲平野を西に流れ日本海に注いでいたが、寒冷年間の大洪水を契機に、新事故へと注ぐようになった。松江市は、大橋側より、北の地域である、京北と、南の地域である、京内に、市街地が2分され、西側から、新事故大橋、松江大橋、松江新大橋、国引大橋、縁結び大橋、中海大橋がかかる。 大橋川の上流部北岸には、柳並木や石積みの護岸が残るなど、大橋川は、新事故や中海とともに、水の都とされる松江を象徴する景観となっている。日川は、水防警報河川であり、大橋川は、水位周知河川に指定され、避難判断水位の、情報提供などが行われる。流入河川である日川に比べて、 河川断面が小さく水位が上昇すると長時間にわたって水位が低下しないという特徴がある。古くから松江市街地では浸水がたびたび発生している。1972年7月の集中豪雨では1週間にわたって市街地の浸水が発生した。2006年7月には洪水が発生して、 約1500個が浸水するとともに交通網が麻痺した。そのため、治水計画として、小原ダムや、湿見ダムの建設、日川本川から神戸川に分流する、日川放水路の整備、大橋川の改修と新事故や中海湖、岸包みの整備が実施されている。中海の平均塩分濃度は、海水の約1、に新事故の平均塩分濃度は、 海水の約1、10で、大橋側の塩分濃度はその中間的な値となっている。大和しじみやホトトギスガイなどの分布は塩分濃度の強地的な変化に応じて変動している。稼働に小雨もの大規模群落が存在する。また、中海側には大久具の群落がある。ありがとうございます。